最近、クインテッセンスをはじめにする最先端の歯科医療が紹介される雑誌等では、やはり心理的なものであるとか、振る舞いしてずらずらとインプラントが入っているものであるとか、あるいはアドバンスな治療としてサイエンスリフト、それからサイエンスソケットリフト等を用いて適応を拡大して、固定性のものというものがやはり皆さんの目を、奪っているものではないかなと思います。しかしながら、私のところの診療所にいらっしゃる患者さん、全ての方がそういうことを、全ての方というよりもそういう治療を受けられる方というのは非常に少ないわけです。昨日も山田先生ともお話しさせていただきましたけれども、やはりどの院さんのところでも雑誌に出ているようなすごいインプラント治療を希望されている人の方の比率がどれだけ多いのかなというふうに考えますと、やはりそれはまだまだ大半を占めるインプラントの治療の対象にはなっていないんじゃないかと。このプロログにも書きましたように、患者さんは医師から離れるということが目的でいらっしゃるわけではなくて、やはり医師の方であれば不具合があって、それを何とかしたい、そして、適切に食事をしていける環境を作りたいということが目的でいらっしゃるわけです。そうしますと、やはり、結局のところでは医師というものがまだまだ利用される場面も多くて、で今度は後でまたお話の中に出てきますけれども、医師の不具合ということが改善されれば、その方の、希望というものは、ほぼ叶えられるという場面も多々あると思います。ですから、この今のインプラント時代に我々生きていますけれども、古いその技術と古い医師というと語弊がありますけれども、年々と受け継がれてきた多鉄製補鉄と、それから最新の今の技術のインプラントというものがそこで関し合っていけば。